俺だよみんな、復活だぜ。復活した。っていうか、まあ3日ぶりかわかんないぞ。まあ俺の計算だったら3日、まあ6日か7日ぶりかな。暑いな、暑いな。でも冷房21度にしました。でこれで出てお腹痛いって言います。もう昨日ちょうどお腹痛かったんすよってね。いや、ちょうどお腹痛かったんすよってね。そうそうっすよみたいな、なんか人の方で、あ、僕もちょうどそうだったんですよっていうのはわかるよね。自分で言ったって言ってね、ね、噛んだよ。噛んだ、しっかり噛んだな。噛んだよっていうのムカつくけどな。ムカつくけどなって言って含みを持たせるのやめましょう。しっかり返してて、いや、噛んだよなみたいな、その芸能界のノリあるじゃないですか。いや、噛んだ噛んだみたいなね。カンカン噛んだ噛んだ噛んだみたいなね。まあ、そのカンカン噛んだ噛んだ噛んだみたいなノリはないかもしれない。泣きにしもあらず。まあね。お、小梅、こだわりの梅エキス2倍と食べていこうと思います。うわ、これやべ、キャンディーじゃん。あれ最近ね、銀歯やったばっかなんですよ。いや、怖い。うん。はっきり言って酸っぱさ全然ない。うん。くぐるね。ちょっと前くぐる。シワ寄るんだよ。そんなにね、うわーってほどじゃないよね。専門家の首がね、動き方ですね。ないよね。ね、これで皆さん思ったでしょ、赤べこかよって。ちょっとなんか違うね。なんかもうひねくれすぎたやつになっちゃった。もうね、純粋にやろう。俺も純粋にツイッターもひねくれないで言いたいこと言おうと思って。うん、でもなんか純粋に言いたいことがひねくれてたらいいんですけど、顔がすごいな。あー、すごい下汚かったね。あー、カビだらけなんだよな、このカーペンだ。カーペン、カーペン、カーカーペン。バンカーリングをね、10個ほど買いました。はい。9個でしたね。約9個。ね、何、約9個。いやね、みんな大好き、あのネタでしょみたいな。定番のネタを振られた時のみんな、そうだよね。これ定番のネタで合ってるよねみたいな、その確認の顔。だけど、全然定番じゃないんですね。はい。で、なんかその、まあいいや。ちょっとなぁ、背中かきがないから、ちょっと本調子出せないなぁ。いや、全然本調子出てますけど、なんかまったりとしますよね、最近。その、なんか、ハングリー精神なくなってますよ。それは当然。いやぁ、でも昨日ずっと悩んでね、悩んだこと言っちゃうんですよね。悩んだこと隠して、こういうことがあったんですよ、全然。なんか、重みを持たせる。まあ、重みって今軽いですよ。今じゃ190ですか。これ190枚になったら1万倍の重みですから、まあ、1万倍の需要ですから、まあ、ゼロに需要やったって意味ないだろうって言うけど、まあ、ゼロじゃないんだよな、すりげ。うん。1でもないけどな。ただ見つめるだけっていうね、そのモニターを。これでね、うわ、何々やみたいなこと言わないと。すごい。すごいね。ああ、うざいな。このカーブ。ね。ここサーフィンちょっとやめました。もう途中で、あ、やめとこう。こうね、波乗り、波乗り、こうやって乗ろう。ならな、なんだ今日調子悪いな。いや、まあまあいいや、ぼーっとしようということで。もうね、俺は面白くなくていいんだよ。違う、面白くなくていいっていうのはもう素でいこう。はい、はじま教授でーす。本名じゃないよね。ジャンプ買ってきた。で、明日ビブルカードだけど、まあ届くのは知らんな。7000年後とかじゃないかな。うん。そんなクソボケ入れんな。いや、クソじゃないか。うん。いや、昨日すんごい悔しくてね。なんだこいつら。なんでこんなつまんない奴らが人気になってんだよ、みたいな思って。またね、俺、成瀬さんのことも、川口仁さんのことも大好きなんですけど、成瀬さんすごい嫌いなんですよね、って言ってね。応援してはないかな。
なんか早く落ちろって思ってたので、落ちろとは思ってないな。引きずろうとはしてないけど、願ってるっていうと、まあ、小指くらいでこうね、願いの祈りのポーズ。まあ、小指と、まあね、薬指でこうやって願ってます。こうやって、ああ、落ちろって、どん底に行けって思ってますけど、まあ、それ以外はなんとなく普通にやってますけど。はい。セブンの商品ってあんま、わかんないからね。ほんほん、セブンって言っちゃった。セブンって言っちゃったってね、セブンはね、そこにしかないかのようなね、一店舗しかないかのようだけど、まあいいや、うん、もうほんと嫌だったよ、もう今世の中怖すぎでしょ、個人情報が。もううんたらかんたら、うんたらかんたら言えないんですよって、うんたらかんたらが分かんなきゃ何言ってるか分かんないんだよな。うん、いやー、でも喋るの楽しいね。やっぱ最近 YouTube つまんなくてさ、水溜りボンドもなんかつまんねえしさ、面白いけど、なんだっけ、最近爆笑したのはやっぱヘキトラハウスだな。ヘキトラハウス面白かった、本当に超面白かった。あー、幸せだった。あのじゃんけんおじさんのコンドルさんだっけ、あ、コンボイさんか。うん、コンボイさん面白いな、あの人いいな、面白い人憧れるわ。うん、最近本当に面白くなくなったよね。うん、ではみんな離れていくんだろうけどさ、今なんかドナルド・マクドナルドとちょっとコメント返してるだけだけどさ、やばいよね、俺。なんかもう、ダメだね。と言いつつ、なんか隠居したジジイの YouTube 配信みたいになってんな。それダメだなぁ。まあいいでしょ。まあ、いいということにしていきましょう。え、すごいね。何か、うわーって、やべえやつがいる、喋れねえっていう状況をね、顔でゆっくりと動かすことによって皆さんに伝えようとした人かもしれませんが、普通にただぼーっとしてただけです。あ、でも今なんかね、ドンと音聞こえてるので、どうしたどうした、多分こっち向きました。こっち向きましたって向いてないんですけどね。でもいいでしょ、顔はこうやって向いてあんだから。いいのか、いや、向いてないだろっていう人に、いや、いいでしょみたいに言ってんのかな。うわ、すごい定評がつけられてんな。多分なの、スミギウス前かな。ひどいな。もう全然ファン信じてないんですよね、俺。何回もみんな離れていっちゃうからさ、もう。ふぅーふぅーふぅーって感じなんですよ。もういろんな人がね、俺のところから離れていくよ。いいよな、三能物語、バナナさん、最初にすごいさ、女性のファンがいてさ、ずーっと毎回コメントくれて、ファンに恵まれてるわ。俺は才能に恵まれてますけどね、才能と環境。そこそこいい、結構いい環境だもん、この環境なんて。超グッド環境だもん。まあ、その、寿命は短い環境ですけど、最近なんかタグをいっぱいつけたんですよ。それなんかね、ゴリラ、バーチャルゴリラの言う通りにしてみた。なあ、まあ、そんなに過激なタグはつけてないな、そこまで。はじめしゃちょーとか、まおとさんとか、多分入れてない。まあ、報復 Z 党は入れてますけどね。これなんかあるんですよ。報復 Z 党っていうワードが。もう、あるんですよ。よかったー、どれだけザーツンツンザーツツツザーツラザーツザーザーツザーダダ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 うんちうんち。夜明けにうんふんふんふん、おーるる、おお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 お。すごいよね、スミギウスマイさんの寿命ってどれくらいだろうな。あ、違う、ファン、寿命じゃないな、ファン歴な何日くらいだろうな、この人。なんかアホみたいにコメントしてきた時からだよな。夜明けにうんちよ、ブーリブブーリブブリブリブー。いや、それ名指しで言っちゃったらダメだよ、ほんとに。かぁ、ひどいなぁ。ほんとひどい人だな、俺。もうみんなもなんか、なんだ、米生産時代の人もみんないなくなったし。みんなっていうか、もうなんか挨拶しかしに来てくれないしね。もうコメントしに来てるだけだよね。それで面白いコメント返してくれよ、みたいな。ノリだと思うよね。あー、めんどくさいなぁって思っちゃうよね。最近コメント返せなくなったらもうダメなんですよね、俺。ちょっと億劫になっちゃってさ、それなんだよな。だから俺なんて所詮さ、あれなんだよ、もう雑魚だから、雑魚じゃねえよ俺は、もう最強だよって思いつつなんですけど、雑魚だって、ああ、
そのまあ最強なんですけど、やっぱり底辺 YouTuber なんで、みんなの意見面としてはやっぱりそのね、本当にそれスミギウス前さんは多分なんか直木マンションさんのところからな、奇跡的に来てくれたっていう変わった方なんでね、まあ、多分ファン歴2ヶ月くらいかな。わかんねえな、ファン歴どれくらいか。まあファン歴とかそういうのもいいけどな。スミギウスさんはね、ツイッターでね、DM してたんですよ。DM ってね、それね、DM だとそれエロい意味になるんじゃないかなって思ってたけどね。言っておきますけど、皆さん、俺に、あれですかね、友達の DM 何一つ来てないですからね。あ、でも、スミギウスマヤさんは来たのかな。それでなんか言い出せなくてなってるのかもな。うん。わかんないな。そうなのかもしれない。で、俺は適当になんかクソギャグ言ったんですよ。なんかね、まあ、DM 失礼します。うまくいけば、近々40分くらい動画上がるのでよろしくねって。言ってね、まあ相手の DM はさらしませんけど、でバレバレって言っちゃったらダメなんですけど、でまあハンって言われて、まあこちらこそお手柔らかにハンハンハンって言われてね、ありがとうございますって言ってね、おかげで安産ですってね、よくわからないコメント返してきました。安産って言葉がね、安産ね、安らかな海と書いてね、安産でございます。安産安産安安産。はい、ダメですね今のは。はい、おしまい。あ、あー。